は、多くの業績で知られるアメリカ合衆国のタイプデザイナーである。有名な作品にコッパーアップレートゴシック、ケナーリー、グーディオールドスタイルなどがある。1865年8月3日に、イリノイ州ブルーミントンで生まれ、1947年11月5日、マールボローン・ハドソンで没した。1903年、ガウディとウィル・エイチ・ランソムは、 イリノイ州ーパークリッチにビレッジプレスを設立。これはウィリアム・モリスのアーツクラフツ運動にそう得た試みであった。ボストン、ニューヨークと場所を移した後、1908年にガウディはランストンモノタイプマシンカンパニーのために最初の重要なタイプフェイス E-38 を製作する。これはグーリーライトとしても知られている。 しかし同年ビレッジプレスは火災を被り、資材及びデザインのすべてが怪人に返してしまう。1911年、ガウディは最初のヒット作であるケネリー・オールド・スタイルをミッチェル・ケナリーが刊行した H.G. ウェルズのアンソロジーのために制作。1915年には最も後半に普及したグーディ・オールド・スタイルがアメリカンタイプ・ファウンダース・カンパニーから発表され、 この書体は芝叩たたく間にこの分野の古典の仲間入りを果たすこととなった。1920年から1947年にかけてランストンモノタイプ社のアートディレクターを務めている。1938年にはカリフォルニア大学出版局のみのためにユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・オールド・スタイルをデザインした。この書体は百五十六年にランストンモノタイプ社によって復刻され、 さらに1983年にバークリーという名称のデジタルフォントとして発売されることとなった。ガウディは生涯で122のタイプフェイスを制作し、59の著作をものしたが、生涯を通じてタイプデザイナーであったわけではない。この小太りで左翼がかった気分や心士は、40になってシカゴの不動産屋の帳簿仕事をしている自分を見直して、 人生を誤っていると悟った。大方の人間が、自らが選んだ職業に身を全うしようという年齢になって、彼は、ほとんどゼロから再スタートし、その後の36年間で113のフォントを掘り、ヨハネス・グーテンベルクから、クロード・ギャラモンまでの書物と活字の巨匠7人の、誰よりも有用なタイプフェイスを生み出したのである。ガウディはよく知られた、ケーク。 ブラックレターの時間を広げる輩は、羊泥棒であるの作者と言われている。この傾向には異形のあや、名前の発音に関しては、雑誌、リテラリーダイジェストに語ったところによれば、子供の頃、父親は、一家の姓を、グーディーと綴っていた。これは、特に明確な根拠のある綴りではないが、発音には、骨が折れる。しばらくして、古いスコットランド風の綴りが、グーディーであると知り、 父はそれに変えることにしたようだ。自分は何年間か遅れて、それに変えることにした。シカゴの母親はいまだに、W で綴っている。時々うを、こうみたく長いおうと発音するものや、スープとか、グーのウオの音、あるいはたまにグッドのおうみたいに発音する者が、いるようだけど、私は、もともとの発音である、アウトのうとして発音しているということである。 ポピュラーサイエンス1942年4月号より、羊を盗むは、滞在の例え。チャールズ・アール・ファンク、What's the Name, Please, Funk and Wagnols 1936ありがとうございます。